外交という仕事、地球に生きる私たち。ねえ、日本と外国についてって宿題、何を調べるか決めた？それがどこから調べたらいいのかわからなくて。私も。喋ってる。なんだこれは。桜のせいじゃ。桜のせい？お、サッカーか。イギリスのスポーツじゃな。え、イギリスなの？そうじゃ。お主らの身の回りはたくさんの外国からのものであふれているんじゃぞ。そもそも今世界には196の国があるんじゃ。そんなにあるの？それだけあると国と国との付き合いって大変そう。英語とかわからないし。そこで、言葉や文化、考え方の違うたくさんの国々がある国際社会の中で、国や国民の利益を守っていく外交という仕事があります。そして日本の外交を担当しているのが外務省なのです。外務省では5つの切り口で外交に取り組んでおるのじゃ。では外務省がどんなところか見せて死んじゃよう。外務省は東京の霞が関にある外務本省と世界中に置かれている在外公館で構成されています。東京にある外務本省で世界中から集めた情報を分析して、日本と各国がどう付き合っていくか方針を決めて、海外にある在外公館がその指示を受けて現地でやり取りをするのじゃ。なるほど。ってことは、職員の半分以上が海外で働いているの？世界中に外務省の人がいるんだね。各国ときちんと交渉できるように、外務省には40以上の外国語の専門家がおるのじゃ。日本と世界の平和のための政策。ここで2人に質問じゃ。日本が平和であるためにはどうしたらいいと思う？え？戦争をしないってこと？でも日本だけじゃなくて世界中が平和じゃないとなんか不安だよ。うんうん。そこで日本は国際連合に加盟して、さまざまな国際協力を積極的に行っています。国際連合って？よく国連と呼ばれとる。第二次世界大戦後に世界平和や経済発展のためみんなで協力し合おうと作られたんじゃ。最初は51カ国だったのが、今では加盟国193カ国。世界のほとんどの国が加盟しているんだ。みんな世界の平和を願ってるのね。地球社会のための政策。しかも平和だけじゃなく、これまで以上に世界中で協力しないといけない課題がたくさんあるんじゃ。台風や大雨も最近すごく増えてるし。感染症はまさにそうだよね。世界中の人々や地球のより良い未来のために協力して取り組むべき17の目標が国連で決められました。一人一人が自分ごととして SDGs 達成のために行動することが大切です。日本でも総理大臣をトップに全ての大臣が参加するSDGs 推進本部を作ったんじゃ。2019年の G20 大阪サミットでは、大阪ブルーオーシャンビジョンが共有されました。海洋ゴミの半分以上を占めるプラスチックゴミを減らして、2050年までに新たな汚染をゼロにすることを目標にしたんじゃ。地球の約7割は海だしね。そうなの？海をきれいにするのって大事だね。豊かで綺麗な海を守るために何ができるかな。できることから始めることがみんなの未来につながるね。海にも関わる気候変動の問題は自然災害だけでなく、食料や水不足の問題も引き起こすんじゃ。2015年に歴史上初めて全ての国が気候変動対策に参加する公平なルールであるパリ協定ができました。
日本は気候変動の原因となっている二酸化炭素などの温室効果ガスを削減していくためのルールを作るよう世界の国々に働きかけてきました。2020年に日本は2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを国内外に表明しました。日本は世界のみんなのために頑張っているんだね。日本だけではない、地球の未来はみんなの未来なんじゃ。本当に地球規模の問題って今だけじゃなく未来にも関わるから、そこまで考えて取り組まないといけないね。目の前の問題を先に解決しないと前に進めない国もまだまだたくさんあるよね。そこで ODA じゃ。 ODA？ 小沢、信長？争いや病気、災害、環境に関わる問題など自分たちだけでは解決できない場合があります。世界で困っている人たちを手助けするために日本が行っているお金や物資の提供、技術面での協力を ODA 政府開発援助と言います。日本ではこれまで190もの国や地域に協力を行ってきています。お金で支援するだけの一時的なサポートではないのじゃ。日本が ODA で途上国の開発に貢献することは、互いの信頼関係を深めたり、国際社会の中で日本の存在感を高めたりすることにもつながるんじゃ。だから日本は ODA に力を入れているんだね。豊かな世界に向けた政策。じゃが、サポートしてばかりというわけではないぞ。どういうこと？日本だって海外のいろんな国に資源や食料などを依存しているんじゃ。毎日の生活に必要なものが海外からも届けられているんだね。あ、輸入が止まったら大変だよね。そこは食料や資源などの確保の問題も含めて、日本の生活を安定させ、日本経済を活気づかせて国際競争力をますます強くするだけではなく、世界全体も豊かになっていけるように各国と話し合ったり、国際的なルールを作ったりしています。それにな、日本の技術や人材などは日本の品質として世界中から注目されておるのじゃ。そこで外務省は日本企業の海外進出もサポートしておるぞよ。この地球で世界中のみんなが関わり支え合って生きているんだね。お互いの理解を深めるための政策。日本のことも世界のことも初めて知ることばかりだな。世界の人にも日本のこともっと知ってもらいたいな。仲良くなりたいときって相手のことも知りたいし、自分のことも分かってほしいもん。国と国の関係も同じ。正しい情報と良いイメージが大切じゃ。日本について正しく理解してもらい、より親しみを感じてもらえるように、外務省はいろいろな情報をさまざまな形で発信しています。海外でいる日本人のための政策。さてさて、また問題じゃ。日本人が一番多く住んでいる外国はどこでしょう？インド、いや、アメリカ、イギリス、中国かも。こら、当てずっぽうに答えてはならぬ。正解はアメリカ。海外に出かけたり外国に住んでいる日本人の数は年々増えているんじゃ。行ってみたい。私も。わかった。こうした日本人の安全を守ったりサポートしているのも外務省なんだ。正解。世界中に外務省の人がいてくれると安心だね。日本のことはもちろん、世界のことも私たちのことも考えてくれているんだね。外務省ではこうした外交活動を国民にもっと知ってもらうために、海外だけでなく国内に向けてもいろんな情報を発信しているんじゃ。子供向けのページもある。世界の国々や外交のこといろいろ調べられるんだね。写真もいっぱいじゃ。日本はいろんな国と関わり合っているんだね。うん、
世界って案外身近なものなんだね。その通りじゃ。それに、なんてったってお主ら一人一人も立派な日本代表なんじゃぞ。日本だけじゃなく、世界の中で生きていることを考えていかないといけないね。日本や世界のために私たちができることだって結構あるかも。これから日本を引っ張っていく世代じゃ。二人とも期待しておるぞ。任せて。